あ、不条です。今朝です。朝の早い時間に動画が撮れるかなと思って気になるんですよ。だから回してきます。どっちみちあんまり見るしないんですよ最近。何でか私は人気がないのか分かんないですけど、ちょうどいいなと思ってですね、人気がないんでちょうどいいなと思って、沖縄の、バカアンチとかいろいろ入れてたら、沖縄の方でですね、まあ見ないからいいんですけど伝えてほしいんですよ。あの沖縄でビレッジやってる達郎さんっていうんです。もし見てる方がいてたまたま見たら達郎さんのところ私あんまり関わりたくないですよ。人と関わって前にも沖縄旅行とかでここへ来た人間なんかに裏切られたりとかして、あと集団で仲良くなって、ビレッジってそうじゃないですか。達郎さんのところっていうのは人がいっぱいいて仲良くやっている光景を見てると僕はあの中に入れないんですよ。入ろうとも思わない。ただかわいそうだなと思った。沖縄県民として、私は年上なんで動画もやってるで、私も考えて思ってることなんで、めちゃくちゃ沖縄で動画を作って嫌ですよ。なんでって言ったらですね、まあ沖縄旅行なんであんまり沖縄の方見ないんでいいんですけども、見てても我慢してください。我慢強くなってください。うちなんちゅう沖縄の人すぐ引っかかる、すぐ自分が正しいと思う、やめてください。あと県外に出たりいろんな勉強してきて、自分はそこでも私やってきましたよ。そこの人とも喧嘩しましたよ。そこの人の会社を喧嘩して辞めました。だから未だにその戦う自信はありますよ。県外の方でも県内の人でも。で気になったのはアンチコメントの人が沖縄で達郎さんに伝えてください。私がって私は前に触れてますけども、なんていうかコラボするとか仲良くなるとか一切ありません。ただその動画の中で言ってたことで間違いがあるなと思ったんで、達郎さんがじゃないですよ、捉える方が間違えるんじゃないかなと思ってですね。達郎さんってですね、沖縄ビレッジやってる達郎さんっているんですよ。めちゃくちゃ頑張ってるんですよ。しかも沖縄に人を呼んで沖縄の住民を増やして沖縄のビレッジを立ち上げ、沖縄で仕事して沖縄に税金を納めて沖縄に人をいっぱい集めていろんな村を作ったりしてやってます。信じてありません。頑張ってます。そういう人に向けてですね、なんで同じ沖縄の人間が文句言うのかな。あなた県外に行って物言ってください。県外から行って沖縄にいるお前って言ってください。沖縄の同じ穴の文字なっていうかですね、うち弁慶でですね、私にも言う方いるじゃないですか。ただ私は喧嘩してもいいけど、あれバカなんでめんどくさいんですよ。だから我慢してください。うちなんちゅう我慢しないといけないですよ。もし我慢しないで私に文句言う方がいたら、県外に出てから行ってください。県外出て県外の人とも喧嘩して実績を作って、私みたいにそこでも喧嘩して、それで負け犬って言われてもいいですよ。でも勝ってますから、いまだに私の部下が残ってからその会社で頑張ってますから、その得意先にも聞いてもいいです。私は実際あの会社を自分でももう少し頑張って伸ばした方だと思ってます。その会社が言わないんでも部下得意先周りの人に聞いてください。で今回私がちょっと疑問に思ったのがですね、沖縄の人って喧嘩になるという、誰々知ってる、ヤクザを知ってる、県議を知ってる、何々を知ってる、まあ子供の喧嘩ですよ。私の親戚何ですかね、タクシーの運転手で、私の親戚はユンボを持ってる、私の人間はクジラだ、意味わからんことで喧嘩になってくるじゃないですか。子供の時って大きいトラック持ってる、銃を持ってる、警察官だから言ってくださいか、一回やってもらいます。それでですね、達郎さん、そういう喧嘩に乗ってったらダメですよってことです。あなたがやってることは正しいことですよ。正しいっていうのは誰が判断するか分かりますよ。それ言うのはその人の勝手ですよ。あなたがそこで沖縄からお金をもらっていけません、もらっていいですよ。 YouTube でも動画立ち上げて収入源のためにやってんだろ、当たり前ですよ。そのために YouTube やってるわけですよ。弁当屋で弁当売って弁当に利益出してお金儲かってるぞ、当たり前ですよ。でも儲かってますよ、自信があります。儲かってない、私借金しますから。弁当屋やって借金します、自信があるから、儲かってない自信があるから言えるんです。それで YouTube も儲かってない自信があるからここで言えてるんです。ただその達郎さんあたりはその動画とかでも儲かってるでしょう。確かにビレッジ集めてお金やって、それはそれどこの県でもやってることです。たまたまその人は沖縄に来て沖縄でこう花が咲いたんで沖縄でやろう、
あの人が鹿児島に行ったら鹿児島でやってたかもしれない。来た場所が沖縄が海がきれくて、あの人は奄美大島とか久米島とか八重山とか宮古とか、八重山にもいますよ、いろいろやってる方、文句ばっかり言ってる人いますよ、バズってる方。あれは動画上もう仕方ないことなんですよ。 YouTube 作ってる家で金を稼ごうとするとそうなってくるんですよ。それに対してその人が言ってたのはですね、県議を自分が応援したんで県議になれた。何かなと思って、県議になれた。県議、沖縄の県議言いますよ、金儲けですよ。お金を儲けるためにやってるんですよ。だって国を、沖縄県民よくならないですか。子供たちも貧困じゃないですか。私も弁当も売れないじゃないですか。県前ですね、県議の人が来て弁当会に来たんですよ。県議の人がですよ、弁当会に来て、俺が買ったらいっぱい買うよって言ったんですよ。いや、まあ来ないでくれって言ったんですよ。来なくなりました。おかしい話じゃないですか。なんで県議をかざして弁当会に来るんですか。あとですね、この間の台風の時、ここであと車が横転したって、そこに県議の人立ってましたよ。手つらなかったですよ。なんでですか。県議がそんなに偉いんですか。私の近所にいますよ、県議の人。挨拶しないですよ。私がバカだと思ってるから挨拶しないですか。バカでも挨拶しないといけないんですよ、県議。我々の税金であなたは生活して、私は弁当買ったので生活してるじゃないですか。だからあんまり県議だからとか言ってる、もしですね、その言ってる方が私に不満があったら、ここへ来てください。あなたが来なくていいですか。あなたバカだ。それを言って、文句言ってるあなたが来ると、意味がわからないですよ。もうか、何ですかね、中核派っていうか、なんかそういうもんですよ。私、大学の時わかりますけど、あの人たち人の話聞かないですよ。私も大学の時やってましたよ。周りで友達たちが。あれと一緒ですよ。もう、この固定観念持ってても、これが沖縄が戦争でやってどうこうとか、沖縄の人は、いるかもしれませんけど、そこまで戦争で苦しんだとか、そこで沖縄で金を稼いだとか、思わないですよ。その一部の一人ですよ。それでそういう人たちが逆に県議になった人を立てて県議になったっていうんだったら、その県議下ろしましょうよ。じゃあ県議の人だっておかしいことやってるじゃないですか。あなたがやってることはこの県議に私が教える力があるって言ってる。どんな力ですか。例えば県議になったばっかりじゃないですか。今言うのはその人にはこういう実績がある。学校の給食費をタダにしました。こんだけの貧困だったのがここまで行きました。その人が私が立ち上げた県議なんですって言うたら分かりますよ。なる前になったばかりの人を指して言うのもおかしい。あとですね、私が毎回言いますけども、これはあんまり言いたくない話ですけど、ぼーっとしてここで聞いてたところがあるんですよ。マイク持ってたら立ってたんですよ。私はここでよくやるんですよ。立ってたんですよ。いきなりこの間の米軍による女子学生の、まあ、わかんない、女の人の殺害、本当に悲しくと思います。そういうことが米軍がある限りしばらくしてありがとうございましたって言ったんですよ。どう思いますか。県議ですよ。間違いかもしれないです、言葉の。まあ、なんでって言ったらですね、車から手を振った人にありがとうございましたって言ったんです。私はここで聞いてました。その一部始終知らないです。ここで聞いてたんで見えないじゃないですか。だけど言葉の声の流れからして、これ有名な人ですよ、県議ですよ、ありがとうございました。何がありがたいんですか。人が亡くなっていることで、それをたまたまこういう人に声をかけてありがとうっていう、その状況も読めない人なんですよ。それで県議になれた。笑いますよね。でこれで私また文句言ってくる。だからあなたが来なくていいですよ、県議になった人を勧めた人。その本人来させてください。本人が私以上に喋れて、私以上にいいことを持っているであれば、あなたも下がってください。ここへ来たら私その県議叩きのめしますよ。行かせてください。ここでまあ来ないと思いますけど、私この動画上げませんから。ただ来ると思いますよ。バカなんですよ、本当に。戦おうとするんですよ、沖縄の人ですね。私が言っちゃ悪いですけど、負けないんですよ。自分が正しいと思ってるんですよ。この間も私が何かを物をあげた時に、物をタダであげたのに文句を言われたって言ったら、いやあれはこうでなんとかでって、上からかぶせてくるんです。大体かぶせます。このずっと私動画上げてるじゃないですか、車でも何でもかぶせてくるんですよ。だから弁当屋のおっちゃんだからって言ってるかもしれません。達郎さんが優しくてみんなでワイワイしていいこと言ってたりするんで言ってるかもしれません。なんでそこへメールするんですか。それ国に行って
何か他のところに、まあ総理大臣とか何かに言うんだったら分かりますよ。なんでこんな何5000人とか私も2000人ぐらい3000人ぐらいとか、そこへ来て何を言いたいんですか、何を主張したいんですか。私も何を主張したいか分かりませんよ。ただ間違えてることは間違えてる、見る方いないんで俺は言ってますけども、そういうところでですね、まああの人も頭がいいんでわざと動画にしただけだと思いますけども、私も便乗して動画にしただけです。ただ間違ってることで文句があるかと、私ここ弁当屋じゃないですか、すぐ分かるじゃないですか、来たらいいですよ。でもあのバカは来ないでいいですよ。バカが来てお前が何言ったよくあるんですよ、ここへ来て。だから私沖縄旅行に行ってるんですよ。沖縄旅行とか沖縄ブログとかにしたら沖縄の人見るんですよ。だから達郎さんも沖縄ブログにしてるから沖縄の人が見るんです。私は沖縄旅行って言ってます。観光だったらですね、見ますよ。沖縄とか観光に行く場所はどんなところからって。私観光の時は来ました。沖縄旅行に出たら見る人じゃないです。ただ県外のアンチが来ます。県外で見てる沖縄の人が文句言ってきます。その時はここへ来てください。でもあなたが来なくて、あなたが上で、あなたのその方来た場合は動画撮りますよ、動画回しますよ。で私とどれだけ喋れるのか、その動画も作りますよ。それを覚悟で来てください。動画を撮ってどっちが正しいですか、×丸、はい、どっちやりましょうかっていうのでやって戦いましょうっていうこと。戦うっていうかどうなんですけど、ただ達郎さんに申し訳ないなって。沖縄で頑張ってる人、沖縄で努力してる人いっぱいいるんですよ。それに対して一人のバカがあんなこと言ってきて、こうなんかまあ動画作るためにやったんかもしれないんですけど、達郎さんも、まあ、私もそうです。なんでそれを見てる人が見たら、沖縄はそうなのかな、未だに戦争があって、戦争でもうなんか解釈間違えるじゃないですか。何も考えてないんですよ沖縄の人、何も考えてない。それが沖縄のいいところです。何も考えてないのに、だから沖縄私代表として言ってます。達郎さんが言えないことを私が言いますよ。もし助言もらいたいとか言います。ただ仲良くはやりません。こういう私はビレッジとかチームでやっていくのできないんで、一人オンリーノンリーなんで、母ちゃんがいるけど、この動画も母ちゃんに聞いてダメって言ったら止めますけども、まあいいでしょう、勝手に流します。これは達郎さんに対する、頑張ってる人に対する、あの皆さんがこう言ってたよって。で私と組めとは言います。だからメールもしないでいいです、コメントも入れないでいいです。前は達郎さんとかもあの、ちょっと一息の人とかにもコメント入れてたりしてやってましたけど、あの人もちゃんと上行ってますから今頃。だからそういうのがあるんで、私はあんまりやりない、周りと組みたくない。ただ間違ってることを言ってる人がいて、その人が正しいみたいに思われるのは嫌だなと思って。沖縄の人はおおらかでもっと優しいので、もっと何て言うんですかね、もっと見ないっていうのは内な魂は何ですか。沖縄で頑張る人を助けるべきじゃないですか。達郎さんみたいな人を優しく守ってやってくださいっていうのが沖縄の県議の人の力じゃないですか。そのビレッジとかをもっと県議とかで沖縄でこうやって頑張ってる人がもっと立ち上げていくべきじゃないですか。私もそうですよ。俺は叩いて自分たちが上に行って給料もらってるじゃないですか。そこで給料いらないって言ってください。そしたら達郎さんにもお金儲けしてるじゃないかって言って、県議になって給料いらないって言ってください。県議のサポートしてお金いらないって言ってください。いろいろ言うてまた言ってきますよね。はい、ということで面倒くさいんですよ、とにかくああいう人たち。はい、ということでさよなら、ありがとうございました。